おはようございます。今営業中なんですけど、ちょっとこちらいいですか。はい。今うちのお店ではですね、この一席間隔を抜いてます。本来はここにもう一席あるんですけど、今ソーシャルディスタンスを保とうということで、一席もう取っちゃいました。なので今このぐらい、お客様同士の間が離れている状態でございます。お席もこまめに除菌しています。アルコール消毒もしっかりやってます。手やハサミもコームもきちんと消毒してます。マスクも徹底してます。換気もしてます。店内の桜も咲いてます。こんにちは。バックステージではですね、このコロナ対策としまして、様々な対策をしっかりと取って営業の方をしております。まずはこちら、お客様同士のソーシャルディスタンス、しっかり距離を取って営業しています。ちなみにですね、こちらは普段ですともう一席ここに席があるんですけど、お席を取っ払ってですね、お客様とお客様の間さらにしっかりと距離を保つという対策も取らさせていただいております。そしてもちろん、しっかりとした消毒ですね、こまめに消毒をして、除菌の方をしっかりしております。そしてお客様が座るセット面にはですね、こういった、エタノール消毒のコットン、こちらの方を置いてですね、まあ、お客様自身が、手の消毒をしたりですね、また僕らが使うハサミやフォーム、道具などといったものもしっかりと消毒をしてお客様に施術をさせていただいております。また予約の時にはですね、今の体温、またここ2週間ぐらいのですね、行動履歴なんかも一応確認させていただいた上で、ご予約の方を取りさせていただいております。そして様々な対策をしながら、お客様に安心安全をして、サロンを楽しんでいただけるように、取り組みをさせていただいております。お時間がある方はですね、しっかりと、ご自身の安全を確認して、体調を確認して、美容室の方をご利用していただけたらと思います。ということで、このような感じで、今毎日のサロンワークをさせていただいております。よろしくお願いいたします。そして少しでも気分を明るくしようということで、店内にですね、桜の方を飾らせてもらっております。だいぶ咲いてきました。桜だいぶ咲いてきました。こちらは桃の木ですね。こっちはもうかなり綺麗に咲いてます。こっちの桜はですね、ちょっとずつちょっとずつ咲いて、綺麗ですね、咲いてきました。はい。そしてこちらの可愛い桜、可愛いですね。これ先ほど僕こういう風にしたんですけど、今日朝来てですね、僕はびっくりしました。なんと伊藤さんがですね、この桜をですねヘアカラーを混ぜる、作るカップルですね。やめー言うな。こうやって入れてました。違う、これ一瞬ですね、なんか黒い陶器に入れてるような気がして、一瞬おーっと思ったらカラーカップでした。違うよ、訳があるんだよ。これはダメです。訳があるんだよ。これはダメで、ちゃんとこういう風に可愛いのに。こちらもですね、だいぶ咲いてきました。あれ可愛いですね。可愛いです。これで少しでもね、こう気持ちが癒されたらいいなという風に思っております。あ、こちらもだいぶ咲いてきました。もう少しで満開ですかね。はい、ということで皆さんもくれぐれも、気をつけて、美容室に行くときはですね、
僕の知ってる美容室はほとんどこういった対策をですねしっかり講じているところが多いので、時間の調整をしながら、ぜひ気分を良くしてですね綺麗になっていただけたらなと思います。